はい、どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日は、ちょっとね、久しぶり、サザンクロス特集、行ってみたいというふうに思います。で、まあ、クランリーグでは特にそうかもしれないですけど、相変わらず見ますね、このサザンクロスっていう配置。で、まあ今までね、結構3ホール12とかの攻略を多く上げてきたんですけども、ちょっとね、今日は11でやっていきたいというふうに思います。ただ、11のね、あの攻め方でもすごい、考え方が参考になる点いっぱいありますんで、ぜひぜひね、12とかその以外のタウンホールの方も、ご覧いただけたらなというふうに思うんですが、まず一発目行ってみましょう。こちら会長さんがね、攻めてくれた動画になるんですが、編成的には、まあ、バットスラップ的な感じですかね。ヒーラーと、ネクロマンサーを入れて、で、最後コウモリで外周を回していくと、まあ、いうような感じの攻め方になってますね。で、ライドラでね、しっかり、カットをしています。まずね、ここ、サザンクロスを攻略する上では、非常に重要です。対空砲が届かないところから、もうライドラをね、入れていくと、大体サザンクロスって、外周にね、こう、施設がいっぱい散っていることがすごく多いんですよ。まあ、こういうところとか、あと、こういうとこみんなそうですよね。で、入りのね、サイドカットには、その、ライドラを使った、カットっていうのが本当に有効になってくるんで、これはぜひね、覚えておいていただけると、サザンクロス攻略する上でね、やりやすくなると思います。で、もう一個見てもらいたいのは、今、バースターでイーグル砲を壊してきましたよね。これがね、もう一つうまい点です。で、大体ですね、その、なんていうのかな、タウンホールの、対角線上みたいなところに、イーグル砲があるケースっていうのが多いんですけども、これをね、まず、バースターで壊していく。で、後ろから今ネクロやヒーラーをこうつけて、ヒーローかつけていってるんですけども、まあ、今壁の中に綺麗に入ったんでね、まあ、バースターで壊せなくてもなんとかなったかもしれないですが、仮にね、ヒーローとかネクロがそれちゃった場合でも、バースター1体で全然そのイーグル砲で壊せちゃうんですよね。ガンガンガンって。で、そういう風なことをしていくと比較的こう事故が減るっていうのがね、このやり方の利点かなっていう風に思います。で、今、9時方面からコウモリ打ちましたね。これもね、サザンクロスを攻略する上では、よくやる方法です。まあ何かって単純に、裏ホグとかね、裏バルとか壁を、無視できるユニットっていうのを、使っていくのがね、このサザンクロスの攻略では、まあ基本的なセオリーで、今回は、会長さん、コウモリですね。単純に2つです。コウモリが使いやすいのは、相手のインフェルノがシングルであったっていうこと。あと、ウィズ島ですよね。それがこの真ん中のあたりに比較的こう集中してましたんで、これはコウモリを使うにはね、すごい適した環境だったんで、裏からはコウモリを回したという格好ですね。まあ、私あんまりね、リーグの星1リスクがある場面では、今みたいに、タウンホールから遠い側にね、初手のユニットを出すのはおすすめしてないんですけども、まあ、ザンクロス攻略する場合、こういう風にね、どうしてもタウンホールの外側、というか遠い側からね、主力を出していかないと、なかなか区画を全部処理するのが難しかったりしますんで、まあ、状況にもよりますけども、こういう攻め方っていうのもね、余裕があったりとか、あとは、どうしても全開取らなきゃいけないよっていう場合には、全然ありなのかなというふうに思いますね。星2を本当に狙う、リーグのその戦闘序盤とか、まあ、あとは、もうその星に取らなかったら負けちゃうよとかね、いうシビアな場面では、まあ、無理に全開取らずにね、タウンホール側からしっかり攻めれば、まあ、星には取れるのが、このサザンクロスっていう配置ですんでね、そういう攻め方をしたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、2つ目ですが、こちら、スミさんが攻めてくれた動画ですね。で、こちらに関しては、クイヒーホグです。で、クイヒーホグなんですけども、さっきのね、会長さんの攻め方と結構似てるところがいっぱいあるんでね、見ていってもらえたらというふうに思います。んで、序盤に関しては、ベビドラでこうカットをしていってますね。ここはちょっとユニットを節約したんでしょうね。あんまり、なんだ、ライドラを使って、枠を取るよりは、まあ、ベビドラでいけるだろうと。そんなにね、火力の高い説もないので、対空砲とかね。しっかり、ベビドラの機能を果たしてくれて、そのまんま、クイーンは、3時方向にこう流れていってますね。で、これもそうです。イーグル砲を狙うのに、今、バスター出しましたよね。このバスターを使って、イーグル砲をこう、直線的にパンチでこう狙っていこうっていう考え方ですね。で、もしもこれね、ダメでもこう、今弾けちゃったじゃないですか。弾けちゃったけども、中に入ってる援軍バルキリーで、こう、しっかりね、イーグル砲を処理していくと。で、そこに、
クイーンも合流するっていう格好を作ってますね。この合流は結構見事かなというふうに思います。バルキリーが先導しながらクイーンが後ろからついていくっていう格好ですね。で、ここから、ホグを順次出していってます。これ多分ねバーワイアンキングで、サイドカットみたいな形でね、二次方面こう切ってるそれをね、ホグを使うことによって少し促進させてますね。ただ今これ三次方面のねここの、IT が残っちゃってるのでこの処理っていうのを少し心配したんですが、まあこれは運が良かったのかな。ちょっとホグがねうまいことこっちにこう流れてきてくれてね、こうね今壊していってくれたのは少しもしかしたら運の良かった要素かもしれませんが、まあ仮にここが残ってもね最後ホグが回ってきてくれるので、まあそんな大きな問題はなかったでしょうね。で、ホグライダーとねババキンを合流させたことによってもう、こちらの12時面っていうのかな、こちらの方に関してはほぼほぼねカットが済んだんで、ホグは、この辺りからずっとねこううねうねとしながら8時方面かなの方にこう向かってきてくれてますね。でそのまんまあとは最後のインフェルノを叩いて、前回までお掃除タイムということになってます。まあさっきのね会長さんはコウモリでしたが、コウモリが使いにくいなっていう場合にはねこういうふうにホグライダーを使ってあげるっていうのが、まあ、結構今はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。もうもちろんラバルを回すっていう手もあるので、そこは対空砲の位置関係だったりね、いうのを見ながらやってもらえばいいと思うんですけども、基本はね、こう、1区画を、なんだ、何かしらのユニットで壊していって、今だったらここですよね。クイヒーで、この辺の区画をこう、あ、ごめんなさい。この辺の区画をクイヒーでこう壊しましたよね、ガーッとこういう風に。で、壊していって、で、残ったところにこう、ホグとかコウモリをこう流していくっていうね、いかにこのルートを作るかっていうのが、このサザンクロスを攻略する上では重要な考え方になりますんでね、ちょっと一回止めますが、それはぜひ意識してもらえたらなというふうに思います。で、最後動画1本ね、見て終わりにしたいと思うんですけども、こちらですね、リーダーのボンボンさんが撮ってくれた、アタックになるんですけども、これは、タウンホール 11VS12 ですね。ただまあ12といえども、テスラじゃないわ、インフェルノは3本あるのですが、まあ、ギガテスラもねレベルがまだ最大ではないというところで、まあ、防衛的には、まあ、総合力的にどうだろう、タウンホール11の、まあ、終盤ぐらいの力なのかなっていうふうに思いますね。で、今回のボンボンさんも先ほどのね、会長さんの、攻め方に近いですね。これは裏からおそらくね、ダダダッとこう、裏というか12時方面からねバスターを入れていくんだったかなというふうに思います。今来ましたね。このでもベビドラのカットがうまいですね。対空砲が遠いのでベビドラにこうねこうなんでね、範囲に全然ベビドラ入んないですから、しっかりねカットできることを見越してベビドラだけでこうカットしていくことにより中にヒーローとボーラをねこうしっかり入れていきますね。でやっぱりここも同じです。バスターでこうね、直線的にイーグル砲までこう向かっていってるので、まあ、非常にねイーグル砲の破壊がスムーズになってますね。で、イーグル砲を壊し終わったら、次は、そのままギガテスラに向かっていくというところですね。で、ギガテスラのところではヒーローたちがもういるので、これはもう簡単に撃破と。で、まあ、ボンゴさん、ホグがね、結構好きな方なので、もう中央をこれでも買っていくぐらい蹂躙し終わったら、あとは、ホグライダーを回していくというところですね。まあ、今の話も同じですけども、ここね、この辺っていうのを、序盤のヒーローとか、ボーラ部隊でこう削っておきながら、残ったね施設をガーッとこう、まあ、大きくねこんな風にホグで壊していくというような格好になってます。やっぱりねその主力になるこの四隅のうちのどっかを、いかにね、ローコストで確実にこう潰していくか、これがそのサザンクロスをね攻略する上では非常に重要なポイントになってくるんですが、今回の3つの動画はね、まあ、全てそれが上手にできているので全化につながっているという点かなというふうに思いますね。過去にタウンホール10位なんかで、非常にね、リーズナブルな、サザンクロスの全開方法、いくつか上げてますんで、まあ、よろしければね、過去の動画なんかも見てもらえたらというふうに思うんですけども、まあ、今回みたいにね、オーソドックスに、あんまり奇策っていうか、まあ、慣れないような使い方を、ユニットのね、使い方をしないでも、まあ、こう、
ベターなベーシックな、ね、攻め方でも全開全然取れますので、あんまりその、ね、過度にサザンクロニクスに対して、苦手意識を持たずにね、もうそろそろ皆さん慣れてきたと思いますので、逆にね捕まえて全開取ってやるぞぐらいな形で、攻めてもらうのに、今回のね、この3名の全開動画役に立ったら嬉しいなというふうに思います。最後の編成はこんな感じですね。はい、というところでね、本日はサザンクロス特集でございました。サンホール11のね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにもね、皆さんぜひお気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。